はい、青木高馬です。今日はですね、サナゲアドベンチャーフィールドに来てます。はい、ここはですね、オフロードコースがありまして、まあ、いろんなですね、アドベンチャーコース、林道とかいろいろとできるところになってますので、まあ、なんで僕がここに今日来てるかというと、まあ、おっと、ランクルです。まあ、新しいですね。これをですね、今回のこのアドベンチャーフィールドの中、林道であったり、そういったところをですね、オフロードを使いながら紹介していきたいなと思っております。はい、今回なんですけども、この、ランクルを一緒にアドベンチャーフィールドをですね、乗ってもらうスペシャルゲストを呼んでいます。どうぞ、三橋純さんです。お、すごい。あ、なんか、あれ、どうも、ご無沙汰してます。どうも、元気ですか。なんとか生きてますよ。あ、スーパーすごいね、この赤い髪の毛。赤い髪の毛、赤は好きだからね。靴合わせたのね、おしゃれだね。靴もほら、靴もこの、あ、おしゃれだね。まあ、三橋純選手は、まあ、ですね、言わずと知れたパリ高王者でございます。王座でございます。ランクル200で、何度も何度も戦ってですね、優勝もしている選手です。彼と一緒にですね、この、はい、ランクル300をこのアドベンチャーフィールドを使いながらやっていきたいと思いますが、はい、ランクル300の中でも、うん、GR スポーツっつって、まあ、一番そのオフロード寄りのモデルなんで、うん、こうやってでかいのはね、まだ乗ったことがないんで、200もたまに乗ってたりするんだけども、300を実際に乗るっていうのは今回初めてだから。まあ、そうね、今300に大人気ですしね。そう、うん、全く買えないし、2年待ちですよ今回。俺これギャラ出るんだよ、ね、ギャラ出したいけどね100万回って言ったら今日はですね、純くんと一緒にこの GRS、はい、そう、スポーツランク300をオフロードコースでね、はい、やってみたいですよ ね、うん、これ今日行くコースですけども、許可をもらったのは、まずこの青い線のとこね。青い線ね、うん、これがワンダフルコース、初級って書いてあるね。で、これはね、正直乗用車でも行けるコース。おー、要は林道だよね。林道やね、うん、でもこれでちょっとほら、さすがにランクルの実力はもう、ね、分からないということで、この茶色のこの林間コース。おー、これやな、うん、これなんかちょっと険しそうなところ。そう。水ね、なんかここにね、いつもね、雨降ると溜まるとこがあって、今日結構ここが溜まってるらしい。うん、ね、ここも岩場、結構な岩場に登っていくから。なるほどね。で、あとね、ここね、大阪下りですね。まあ、長い下り。下りなんだ。うん、降りていくから。まあ、なかなか楽しめますよ。お、うん、ということです。早速、行ってみたいと思いますので、頑張りましょう。レッツゴー。これ今ドライブツアーからじゃないですか。これはいいね。これはいいね。すごくね。これはいいね。これは分かりやすいわ。で、深いよこれ。いきなり来たね、ちょっと。いきなりだよ。あれ、どうやって当たったの、2人。知らん。俺深いよ、これなかなか深いよ。俺深いよ。うん。半端ないんだけど。さなぎこんなとこまであんの。うお、入って。うわアジアンラリー並みだぜこれ。やばいよ。いやそっから登っていきます、はい、そっから登りの、これも大したことないね。今25度ぐらいだね。おお、なるほどね。これここに出るんだよ。おお、すごいな。これ乗り心地もいいんだよね。なんかさ、すごいね。何なんだろう。だってさ、これ AT じゃん普通に、うん、オールテレーン履いてるわけじゃん、タイヤは。そうよ。はあ、で、こんなもんだもんね。おおい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 、分からないと思いますが、相当狭いです。狭い、ね、しかも相当低いです。そうなんだよ。すごいんですよ、皆さん。これ今、実はです。実はです。狭いよ。
ね。斜面登ってみますよ。おい、画面じゃ伝わんねえけど。伝わんないね、これ。これ相当登ってるよ。しかもゆっくりね、これ。これ相当登ってますぜ。これ上がりますか。これ上がりますよ。これは面白いね、ここ。ちょっと、さなげ。さなげ、さなげ。全然です、全然。おいおい、先が見えませんよ。全然先見えませんよ。おい、これがあった。これすごいね、このマルチモニター、うん、これ見えるよ、ほら。これこれなきゃさ、結構大変じゃね。大変だよ。さあ、降りてくるよ。いや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 、ちょっとこれもう全く見えないんですけど、見てください、これ。これ下がりますか。下がります、ね、これ下がるんすか。これ下がるっすか。いや、全く見えないですけど。これちなみにね、今ね、ヒルディセントですね。これ何もしないんだよ。おぉ、車が勝てるんだよ。マジで。ほら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 、足今外してる。おぉ、ほんまや。おぉ、それがこうやって降りていくの。そうそうそう。すげえ。すげえ。そうそうそう。ブレーキも、あのアクセルとかも勝手にやってくれてるんだよ、これね。すごくね。いや、すげえ。おーい、すごいすごい。え、そこちょっと聞くけどね、これがミドルで、少しそれをミドル、そう、ここで、これが今範囲で一番速いやつ、ね、うん、これ速い、うん、いや、これ今実は落としますから、落とした。おー、すごいね、はい、ちょっと遅すぎるね、これね。なるほどね。でも、あれでしょ、音はちょっとするけどさ、うん、あの制御入ってたかとかちょっと分かんなかったし。いやいや、分かんない。すごいね、うん、すごいんですよこれ。三橋くんすごいね。すごいんですよこの車、うん、はい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 。これさ、うん、すっごい見やすいね、これ。そうなのよ。これは全部のモニター同じなの。そう、同じ、あの VX も、うん、同じ。あー、すごい、これはすごい、うん、アジアンラリーで欲しい。さあ、水です。お、いきなり水だ。いきなり水です。ゴーゴーゴー。ほほー、深いね、深いね。ザブーンで、ザブーン、ザブーンで、うお、深い、深いね。こいてく、こいてく、こいてく、こいてく。これね、うん、これすっげー大変。何が？背中、あの体が前いっちゃう、うん、そんなくらい。これ前だからね。これ腹筋背筋、そうそう、角度ね、腹筋背筋効かないから角度ね。この角度はね、うん、結構大変。大変だね。すごいね、うん、大したもんだよね、これ、この動き、うんうんうん、まあ俺の右足にはかなわないけどね。俺の左手に、俺の右足にはかなわないけどね、うん、いやでも上出来だよ、本当に。ちょっと滑るんだけど、ちゃんと補正かけるからね、これその後に。そうね、うん、今日はありがとうございました。いや、楽しい、この車。いいでしょ。あんだけヒルクライムやら、水の中入った、そして、岩場を行った、あと狭い道に行くっていう時の、何この安定感。あの狭い道、はじめほら横乗った時おっかないびっくりだったけど、そう、いざ運転したらすっげえ乗りやすかった。あのね、運転してる方の方が楽しいし、安心感があるのは、なんで、え、それは思い通りに動いてくれるからよ、車が。なるほど、うん、そういうことか、うん、この巨体であの動きが普通にできる。で、タイヤだって普通の、これ普通のタイヤよ。普通のタイヤじゃん、うん、オールテレーンじゃん。そうそう、だからそういう部分であんだけの道を、うん、こんだけ安定した形で行けるのって、なんだろう、車体の
そもそも持っているパフォーマンスってめちゃめちゃ高いなって、うん、そう思うよね。だって空気ケースも規定値だからね、これ。ああ、うん、そっか。ダイヤの空気ケースも規定値だから。そう、だからさ、通常だったら日本って道路ってめちゃめちゃ整備されていて、うん、悪路ってほとんどないじゃん。だけどタイとか、まあ、カンボジアもそうだけど、まあ、アフリカとかオーストラリアもそうだけど、もうまだほら国道すら、うん、デコボコ道のところっていっぱいあったあるじゃん、今ですら。いや、舗装されてないんですよね。そう、だからそういう部分ではやっぱりこういったラダーフレームっていうのは 今でもやっぱり息が長いし、その生活に必要なものじゃん。日本では確かに性能を発揮できないけれど、うん、まあ、海外ではこれを必要とされているのが一つ、うんうん、あともう一つはやっぱりランドクルーザーは本物じゃなきゃいけないわけよ。でこれよくみんな言う のそんなのね、あの一般でいらないじゃんと、うん、で言うんだけど、じゃあ聞くよと、じゃあそのスポーツカーでじゃあ300キロ出るスピード、あの速度とかいるのかと。でもついてるでしょ、うん、でもそれがないとスポーツカーじゃないわけじゃん。確かにね。 それと同じで、うん、本物のやっぱ 4WD はそういうとこちゃんと走れる能力があるのが大事やんっていうところが、そうだよね、うん、もちろんだよね。はい、結論、はい、はい、ランクルは本物です、はい、本物です。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったなと思った方はですね、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。